セクシー、ダイナマイト。おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。今回は初代プレイステーションのバカゲーを10作品紹介したいと思います。バカゲーというとゲームの中身はいわゆるクソゲー的な作品が多いイメージもありますが、実は内容をしっかり作り込んでいるけどあえておふざけしているものや不完全な部分が突き抜けていて、むしろそれが楽しめる要素になっている作品もあるんですよ。今回はそういったプレイしても楽しめる作品を集めてみたので、楽しんでみてもらえたら嬉しいです。もし今回紹介していない作品でこんなのがあるよなどありましたら、コメント欄で教えてください。それでは行きましょう、スタート。最初に紹介するのはこの作品、炎の料理人クッキングファイターハオ。プレイステーションの名作バカゲーというとこのゲームを外すことはできないですよね。まずストーリーですが、中華料理4000年の歴史の頂点に立つ男アジマオ、そのアジマオを追う一人の若き料理人ハオ、そのハオが料理人の誇りをかけて命がけのクッキングバトルをするという、なんだかわかるようなわからないような内容のゲームです。簡単に言うとミスターアジッコと G ガンダムの要素が入った料理人たちのストーリーを楽しむゲームかな。ちなみにこの第1話では主人公ハオの登場とアジマオの一味が髪の白い女を探しているという内容で、どうやら食堂のおやすさんの奥さんが髪の白い女で、ハオはアジマオの一味と間違えられてるみたいです。鶏の出汁に塩、胡椒、ごま油、隠し味に本つ、アジマオ一味が登場。グラフィックが作画崩壊しているように見えますが、実はわざとこういう風にバカっぽさを狙ってるんですよ。違う、そんなものは料理じゃない。俺が本当の料理ってものを教えてやるぜ。この場面は主人公ハオの回想シーンです。今画面に出てるのがアジマオですね。見た目がどう見てもマスターアジア東方腐敗ですが、そんなことでは一人前の料理人にはなれんぞ。幸せに導くのが、演出がいちいち大げさすぎる。ハオがキングオブハートにしか見えない。シャイニングフィンガーとか使いそうですね。食い天の極意だい。さあ、料理バトルが始まりました。ドット絵のミニキャラを操作して料理を作ったり、相手を攻撃して料理を奪ったりするという内容になっています。極端な話、一品も料理を作らなくても全て奪えば勝つことは可能なんですよ。そして次回予告、彼女の料理に重大な欠点を見出したハオが彼女に言った言葉は、欠点って何だろう。怒り狂ったアニスの必殺技がハオを襲う。次回クッキングファイターハオ第2話、この料理は辛すぎる。答え言ってるやん。振り下ろす包丁にも愛を込め。2本目に紹介するのはこの作品、北斗の拳世紀末救世主伝説。少年ジャンプで連載されていた人気作品、北斗の拳の物語を体験していくアクションゲームで、ストーリーは原作の1話からラオウとの戦いまでを再現したものとなっています。注目してほしいのがこのムービーシーンで、原作の名場面をかなり再現してるんですよ。何したんだ。喋れるようになるおまじないだ。あとは彼女の心次第で喋れるようにな。大変だ。個人的には北斗の拳のゲームの中でもトップクラスに好きな作品で、原作への愛とリスペクトが詰まった一本なので、ファンの方には絶対遊んでほしい作品です。
ジードという野党集団を倒して村を去っていくケンシロに向かってリンが叫ぶシーンですね。奥と現れるところ何ありと言ってな。ケンはリンのいるこの村のために出てきたんだ。わかるな。そしてこのゲームの本当の魅力とも言うべきなのがこのおまけの世紀末シアターなんですが、これは本編のセリフを好きなように入れ替えることができるんですよ。これのおかげでこのゲームが愛すべきバカゲーと化してるんですよね。今回はその一例を少し見てもらいたいと思います。そうか、やはり豚か。豚は豚小屋へ行け。死んでもらおう。何したんだ。言っておくが、お前の命はあと5秒だ。残された時間、念仏でも唱える。このケンシロウ、ひどいこと言うな。愛や悲しみを力に変えることは絶対にないんだろうね。一緒に来い。であとは勝利がしたくなった。まあある意味ではこっちの方が北斗の拳の世界観に合ってるのかもしれない。3本目に紹介するのはこの作品、70年代風ロボットアニメ月ピー X。 このゲームは本当に大好きな作品。タイトルの通りストーリーが70年代のロボットアニメっぽいノリで展開される横スクロールシューティングです。すごいのがシューティングなのに CD4 枚組という大ボリュームなんですよ。そしてこのテレビアニメのようなオープニング、これ各ステージで毎回流れますからね。オープニングが終わるとビジュアルシーンが始まりますが、声優さんがレジェンドクラスだらけ。しかもキャスティングがロボットアニメではおなじみの人たちというのが最高なんですよ。さあ、ゲーム本編が始まりました。シューティングゲームとしての完成度も高いんですが、注目はステージ中の BGM。 ほぼ全てボーカル付きなんですが、岸田明さんや佐々木勲さんなどアニソン界の大御所がたくさん歌ってるんですよ。中ボスまでやってきました。タイトルの月ピー X という名前からも分かる通り、操作する時期は3種類のロボットに変形することができます。そしてもちろんボス専用の BGM もボーカル付きです。中ボスを倒すとアイキャッチが入った後になんと CM が入るんですよ。もちろんこの CM はゲーム用に作ったものなので、このおもちゃは存在しません。発売したら欲しいな。ステージ1の B パート、後半ですね。前半と後半でガラッとステージの雰囲気を変えてくるところがすごいですよね。そしてボスまでやってきました。ボス戦で流れる BGM は影山博信さんがボーカルを担当されてます。豪華すぎますよね。ちなみにこのゲームを作ったアローマというメーカー、この月ピー X を発売した後に倒産したんですよ。まあ採算度外視しすぎですよね。ボスを倒すととどめの演出が入るんですが、この時にもアニメーションが流れます。しかも倒した機体によってアニメーションが変わるというこだわりようなんですよ。最後はエンディングテーマ。ここまでいろいろ見どころがあるのに、まだステージ1のダイジェストっていうところがすごいですよね。4本目に紹介するのはこの作品、せがれいじり。この作品は当時割と話題になったので、
プレイしたことがある人も多いかもしれませんね。目的がせがれをいじって大きくさせるという変な想像をしてしまいそうなゲームですが、ゲームの内容を簡単に説明すると、フィールドに一部調べることができるオブジェがあるので、そこを調べると作文が始まります。この作文によっていろんなムービーシーンが流れるんですが、この作業を繰り返していくことによってフィールドの行ける場所が広がったり、新しい乗り物がもらえたりするというゲームです。ということで、今最初の作文をやってますが、初めてプレイした時って多くの人がこの作文を作ったんじゃないかと思うんですよ。ラブラブのうんこって恐ろしくくだらないですよね。こんなくだらない世界を楽しんでいくゲームとなっています。割とデタラメな内容の文章でも成立して、ムービーや紙芝居が鑑賞できるのが魅力なんですよ。新しいものオブジェが生まれましたね。オブジェに触るとせがれが成長するので、次はあそこを目指したいと思います。さあ、ゲームも少し進んだので、新しい乗り物クダンを手に入れました。顔が人間、体が牛というかなりシュールな世界観となっています。このゲームを発売したのがドラゴンクエストで有名なエニックスというのが驚きですよね。初代プレイステーションの代表的なバカゲー作品の一つとも言われており、今の時代だとこういったゲームが出ることってほとんどないので、ある意味では90年代らしいゲームと言えるかもしれない。ちなみにプレイステーション2でも続編が発売しているので、気になる方はそちらでも遊んでみてください。5本目に紹介するのはこの作品、ザ・スナイパー。シンプル1500シリーズとして発売したこの作品、プレイヤーは元消防士のスナイパーハリーとなって標的を撃ち殺すゲームです。一般的な FPS シューティングと違って、撃てるのは一発だけというのが特徴ですね。トニー・ロレンゾ、クレアに直接手を下した実行犯。毎朝カフェで食事を取るらしい。ステージ1、こいつが最初のターゲットのようです。ゲーム自体はかなりシンプルで、グラフィックもそこまで綺麗ではないんですが、主人公ハリーの声を池田秀一さんが担当したことによって、絶妙なアンバランスさが魅力となってるんですよ。ハロー、 CA よ。来てくれないんじゃないかと思った。ターゲットはもういるわ。携帯電話で話をしているやつ。これで信用する気になった？そしてヒロインの CA は誰だかわからない素人の女性が演じており、池田秀一さんとのギャップで余計にこのゲームのバカゲー度が上がってるんですよね。それではターゲットを発見したので狙い撃ちしたいと思います。やられ方よ、寝落ちみたいなやられ方したな。君を信頼するよ、CA。これで最初のステージクリア。このゲームもステージごとにオープニングとエンディングテーマが流れます。しかし池田秀一さんの声の魅力はすごいね。どんなしょぼいゲームでもすごいクオリティのムービーに見えてきますから。そして先のステージに進みます。ハリーのキーボードの打ち方、私と同じくらい遅くてぎこちないね。陥落街通いが毎日の日課で、公の影響力を個人的に行使。続いてのターゲットはこのアントニオ・マリッティです。ここのステージはターゲットが歩いてるので当てるのが難しいんですよ。今のはどう考えても当たってないような感じがしたけど、このあたりの判定の緩さもこのゲームの面白いところかもしれません。6本目に紹介するのはこの作品、とんでもクライシス。次々と襲いかかるアクシデントを乗り越えて、おばあちゃんの誕生会に間に合うように無事に帰宅するのが目的のゲームです。設定がかなりバカっぽいですね。主人公は4人いており、各章ごとに分かれてストーリーが進んでいきます。
そして肝心のゲームなんですが、画面上部に出てくるボタンを指示通りにタイミングよく押していくゲームです。このシーンだけ見てると音ゲーかと思いますよね。まあ体操と言ってる割にはかなり動きの激しいダンスですが、見事クリアすると次は巨大な玉に追いかけられるシーンになりました。ボーリングインフェルノ。そうなんです、実はこのゲームいろいろなミニゲームをクリアしながら帰宅を目指すという内容なんですよ。ここのミニゲームは体力を消費しすぎないように気をつけながらひたすら連打です。こんな感じで次々と理不尽なトラブルが襲いかかってくるという内容なんですが、どれも有名な映画やアニメ、漫画やゲームのタイトルをパロディにしてるのが面白いんですよね。ここは真ん中の緑のゾーンを狙ってボタンを押すゲームです。といっても緑のゲージを外れてもすぐ落ちるわけではなく、そうなった時はバランスをとって体勢を立て直します。しかしこのサラリーマンのおじさん、身体能力高いな。次は救急車から放り出されてしまったところから始まるミニゲームですね。タイトルがどう見ても電車でゴー。ミニゲームは障害物を避けながらゴールを目指す 3D レーシングです。ちなみにこの作品の BGM は東京スカパラオーケストラが担当してるだけあって、軽快でノリのいいサウンドですね。7本目に紹介するのはこの作品、鈴木爆発。このゲームを初めて知ったという人にはタイトルを聞いてもどんなゲームなのかわからないかもしれませんね。主人公鈴木さんの目の前に現れる様々な次元爆弾を解体していくゲームです。各ステージは実写パートと解体パートに分かれており、解体パートはドライバーやニッパーなどの道具を駆使して制限時間内に爆弾を解体していくという内容です。ちなみにこのステージ1は宅配業者がみかんを差し出してきたと思ったら中は爆弾だったという内容です。解体パートの爆弾を全てポリゴンにしていろんな角度から見れるというアイデアが本当に素晴らしい。最後に赤と青のどちらのコードを切るかという爆破物ではあるあるの展開ですが、ここは最初のステージなので見てわかる通り青のコードを切ります。ちなみにこの主人公の鈴木さんを演じている女性、小沢凛さんという方なんですが、実は極楽とんぼの加藤さんの奥さんなんですよ。しかも噂によると加藤浩二さんはこのゲームがきっかけで小沢凛さんのファンになって後に結婚したらしいです。さあピストルが解体されて中から爆弾が出てきました。当然さっきのステージより仕掛けが複雑になっています。ステージが進んで次の爆弾はなんと月です。これまでは割とありそうな設定でしたが、いきなり飛躍しましたね。この辺りの弾け方もいいバカゲーだなと思います。ただ爆弾の解体に関してはこの辺りのステージからかなり難易度が上がってくるんですよね。このゲームを発売したのは本日2本目のエニックスからです。実はこの頃のエニックスってなかなか尖ったゲームを発売してたんですよ。8本目に紹介するのはこの作品、機動戦士ガンダム0079 The War for Earth。 プレステのバカゲーと言ったらこのゲームも忘れちゃいけませんよね。初代機動戦士ガンダムのストーリーをベースにした作品で、なんとキャラクターは実写、背景やモビルスーツは CG をメインにした作品で、いわゆる実写版ガンダムというべき作品なんですよ。
ゲームの内容は物語に合わせてムービーが流れ、途中でボタン入力による行動選択を求められるといういわゆる LD ゲームのようなシステムとなっています。ただ普通の LD ゲームよりもどのボタンを押せばいいのか分かりにくい上に、間違えると即ゲームオーバーになるのでかなり難しいんですよね。これがそのコマンド入力シーンです。ここはあえて選択肢を間違えてみましょう。簡単に破壊された。これを見る限り全然連邦のモビルスーツは化け物ではないですね。ちなみにストーリーですが、先ほどファーストガンダムをベースにしてると言いましたが、内容は大きく改変してます。例えばこのシーン、アニメではザクが爆発してコロニーに穴が開かないように気をつけてましたが、このガンダムはそんなこと一切気にしません。むしろ遠慮なく爆破させてそこの穴から脱出します。そしてこのゲームで最も有名なシーンと言ってもいいのがこのキャラ、出ました、ケツアゴシャ。改めて見ると本当によく割れてますね。どれ、私のザクとベータウィングパイロット。全体的に CG のクオリティはかなり高いと思います。それこそ今見ても十分綺麗ですからね。ただキャラクターのキャスティングはミスマッチが多いと思いますが、ここもこのゲームの中では有名なシーンですね。左の背の高い人がリュウさんで、右の小さい人がカイさんです。似てなさすぎ。戦闘だったな。あの赤い彗星とやり合って生きてるとはラッキーボーイだぜ。出ました、ラッキーボーイだぜ。こんなシーンアニメにはなかったはずなんだけど。俺たちもホワイトベ、ストーリーの改変はこれだけじゃないです。ケツアゴシャーとの戦いで足を大破したガンダムは下半身をガンタンクとドッキングして出動します。ただこれに関してはアニメでも見られなかったので、ある意味貴重な姿が見れてラッキーボーイだったかもしれませんね。こんなノリがクリアまで続きますが、残念なのがストーリーがガルマが死ぬところまでしかないんですよ。意外と先がどうなるか気になるかも。9本目に紹介するのはこの作品、ペプシマン。ペプシマンを主人公にした 3D アクションゲームで、プレイヤーはペプシマンを操作して困ってる人を元気づけるために目的に向かって走るという内容で、あくまでも助けるためではなく元気づけるためなんですよ。おなじみの曲が聞こえてきました。このペプシマンのゲーム、強制スクロール式となっており、出現する障害物やお邪魔キャラはジャンプでかわすなどしてゴールを目指すという内容なので、プレイしてる感覚はナムコのメトロクロスを 3D にしたような感じですね。ゲーム自体もなかなか面白いんですが、個人的には障害物に当たった時のペプシマンのリアクションもこのゲームの魅力だと思います。そのバカバカしいリアクションが見たくてわざと失敗したくなる時もあるんですよ。ステージによっては途中で乗り物に乗ることもあります。ここのステージではスケボーに乗るんですが、なかなか迫力のあるグラフィックですね。この下り坂のシーンなんかはクレイジータクシーやアウトラン2を思い出します。全4ステージクリアでエンディングですが、それぞれ1ステージが3エリアで構成されているので、実質は全12ステージとなっています。難易度は比較的高めですが、コンティニューが無限なのがありがたいですね。ステージをクリアすると、このようにおじさんがペプシコーラを宣伝するムービーが流れます。このおじさん、ペプシの偉いさんなんじゃないかという噂もありましたが、ただの俳優さんらしいです。そしてステージ2、先ほどよりもさらに難易度が上がります。今度の乗り物はドラム缶。この乗ってる時の姿も滑稽で面白いですよね。こんないいキャラなのに最近見かけることが少ないのが残念です。
キャラゲーの中ではかなり面白い部類に入るゲームで、個人的にはおすすめ作品です。残念なのは最近かなりレア度が高くなってるんですよね。ダウンロード版などが出てくれたらいいんですが。ちなみにこのペプシマンって日本向けに作られたキャラらしいです。10本目、最後に紹介するのはこの作品、ノットトレジャーハンター。もうプレステのバカゲーと言ったらこのゲームの他にないですよね。まさに伝説的なバカゲーだと思います。主人公ジェームズ・アークライトが古代文明の秘宝を求めて冒険する 3D アクションゲームです。設定だけ聞いたらトゥームレイダーのようなゲームを想像しちゃいますが、実際はおバカ要素満載のゲームとなっています。まず主人公のこの走り方、とても英国紳士とは思えない姿ですよね。そしてしばらくスタート地点をうろうろしていると、最初の敵リザードマンが登場します。ただこのリザードマン、無視して先に進むと、勝手に崖から落ちるんですよ。何しに出てきたん。そうかと思うと1分ぐらい歩いた先で、今度は女性キャラとリザードマンが戦ってました。しかもまた落ちた。大したものですね。その後この女性を仲間にして先に進もうとすると、突然の落下死。このゲームこんな感じで死ぬことを普通によくあるんですよ。実はこのゲームマルチシナリオを採用しており、エンディングが全部で57種類もあります。ただ大きなルートは3種類に分かれており、キャプテンゴールド編、マヤの墳墓編、アマゾネス編となっていますが、今回はマヤの墳墓編を見ていきたいと思います。地下迷宮の奥深くで宝物仮面を見つけました。ただこの仮面、どこかで見たことがあるような奇妙な仮面ですね。つけた人は人間をやめるんじゃないかって気がする。もし武器を持つと。持つとどうなるの？消されてしまうんだよ、持っている人物が。どうやら遅かったようだな。ちなみに主人公ジェームズ・アークライトの声を担当しているのは池田秀一さんです。プレステのバカゲーでは驚異の出演率。ある意味この素晴らしい声があるからクソゲーではなくバカゲーになってるのかもしれません。戻る途中、洞窟の罠では定番の巨大な岩の塊が転がってきました。ただ距離が短い、簡単に逃げ切れた。何がすごいって、前編を通してこんな感じばっかりなんですよ。ということで今回の動画、ここまで見ていただきましてありがとうございました。オープニングでも言いましたが、他にもこんな作品があるようなどありましたらコメント欄で教えてください。ここまでは私バッケンがお送りいたしました。ではでは、バイバーイ。